皆さんこんにちは、みなみです。今日はですね、私が使ってる動画編集アプリにアテレコ機能があるのを見つけて、あ、これやってみたいと思って、アテレコ機能を使って1ゲームヤギちゃんと投げる様子を流していきたいと思います。ちなみに今日もヤギちゃんに来てもらってます。まず2人とも一歩投げから始めてます。ヤギちゃんはね、現役高校生で国体選手で本当にボウリングが上手なんです。それでとてもいい子なんです。使ってるのはいつも通り朝だりのプロの庶民です。私が一歩投げをします。順番手ですね。ヤギちゃんが散歩投げをします。私が散歩投げで気をつけていることは、力を入れずにボールの重みを感じてスイングすることです。お、ジャスト8が出てしまいました。戻ってきてくれました。うまい。おー、すごーい。さすがヤギちゃん。すごい残りますよ。7番ピン。ナイススペア。ジャスト9が残りました。なんかめっちゃ喋ってる。ちなみにボールなんですけど、私が投げてるのはストームの初代ロックです。で、ヤギちゃんが投げてるのはアイドルです。アイドル、初代アイドル、アイドル。ここでヤギちゃんが前から投球画像を撮れないかなって提案をしてくれました。それでスタッフさんの許可を取りに行きます。スタッフさんの OK が出たので、カメラを前に移動してみるんです
ですけど、これ私やったことないので、どこら辺で撮ったらいいのかなってすごい迷いました。あ、いい感じじゃないですか。あんまり自分の投球フォーム前から見ることってね、なかなかないですよね。いい感じ。ここからは私とヤギちゃんが投げてる姿を前から撮った映像を流していきます。違いますよね、後ろからいつも撮ってるから。7番ピンが残ったと思います。多分7番ピンを、あ、ギリギリ、多分ギリギリ取れた、取れたかな。ということで、今日は現役女子高生の国体選手のヤギちゃんと一緒に1ゲーム練習する様子をアテレコして見ていただきました。チャンネル登録、高評価、コメントなどもよろしくお願いします。また次の動画も見てください。ありがとうございました。